愛知ファーストトマトを期間をずらして長めに収穫賞味できるように、すでに花が咲いて小さな実が一個できている苗のルートラップポット植えと、それからまだこの苗で花が一つだけ咲き始めた愛知ファーストトマトの白いルートラップポット植えの2本をセットで出品いたします。こうしておけば自然に開花結実期間がずれて、同じ時期に育て始めたトマト苗よりもやや長めに楽しめるのではないかと思いますね。ルートラップポットは痛根タイプ、根がポットから外に出る痛根タイプと遮根タイプ、根を遮断してしまう、外に出ないように遮断してしまう2種類のポットがありますが、これは例えば大きい方をですね、庭あるいは大きなプランターに下の方3分の1とかあるいは半分とか植え込んでしまうこともできます。小さい方も半分ぐらい埋め込んでおけば、まあ、これから暑くなりますから水不足になりがちの時にですね、土の中に半植えしておけばしおれる危険性が軽減されます。もちろんベランダとか、まあ、ここは犬走りの上がり口なんですが、そういうところに置いてもう水やりに気をつければ大丈夫ですね。まあ、鉢植えの時には鉢の下にですね、コンクリートと直に接して熱の影響を受けないように何か鉢をコンクリートから少し上げるための板あるいは小さなレンガかブロックなどを置く人たちがおられますね。まあ、それも良い方法だと思いますね。まあポットから取り出して地植えということも考えられますが、よほどいい環境ならそうされる方が収穫は多くなると思います。一般の栽培愛好者の便宜を考えて、これらのポットの内部の土は手島の苗屋さんの培養土と、それから私の方で山で集めた腐葉土をミックスして植え込んでありますので、まあ、特別施肥をしなくてもですね、水と日照のバランスが良ければある程度の収穫は見込めると思います。こちらの小さい方のポットはですね、成長するに従って
いずれは鉢増しした方がいいと思いますが、もし土に繁栄してしまうなら、特別鉢増ししなくてもそのままで成長するだろうと思います。こちらの黒いルートラップポットのは、特別鉢増しする必要はないように思います。このままでいけるように思いますね。